関ヶ原の合戦は東軍の圧勝に終わりつつあった。西軍で残っているのは石田三成ただ一人。軍師の島左近も頼れる友大谷義継もすでに敗走して、その姿は戦場になかった。敗北を悟った三成は己の志を貫くため単身突撃を仕掛けようとする。だが彼は孤独ではなかった。共に戦い共に誓った心強き同志が彼にはまだ残っていたのである。無限の将、関ヶ原最終決戦。寝返りを止められず西軍は総崩れ、頼みの左近と義継も失ってしまった。東軍は総攻めの構え。三成様、ここは撤退を。今更引いたところで再起は叶うまい。ならばここで家康に一矢報いて散るまでだ。雪村、兼続、すまぬ。俺はどうやらここまでのようだ。雪村、お前も関ヶ原に駆けつけたのか。義の同志の危機を感じ取ったのだな。ええ、三成殿苦戦との報を受け、自らの戦を切り上げがむしゃらにここまで。私もだ、雪村。たとえ我らが局地的勝利を得ても三成を失っては意味がない。救い出そう同志を、そして勝とう同志と共に。はい、早速参りましょう。三成殿が我らを待っています。貫き通すは我が信念。ありがとう。うん、共に義のため戦おう。三成殿、希望を捨ててはいけません。私が必ずお助けします。直江山城、同志の危機を聞きつけ参戦。戦はこれからだ、三成。雪村、俺に会い。
甘いだとなど何を破ったというのか。武将討ち取ったい。友の危機を救うのは当然のこと。さあ三つ反撃しましょう。どけ、俺と三つ兄の喧嘩の邪魔すんだ。開門。奴らのためにも生きて戦わねばならん。押し寄せる敵を一掃しましょう。ダゴンは俺たちに丸だ。こう報復しろ。勝負はついてんだろうが。キムラが現れただと。上田城の指示を捨てたというのか。ならば秀忠ら別の隊も間もなく到着しよう。我らの勝ちはやはり揺るがん。おやしつけせ。急に感謝しますよ。今度はヘマしないよう気をつけますんで。義経は我が隊の手に落ちた。貴様も観念しろ。敵将討ち取ったり。俺はこれから戦線に復帰する。生きていてくれたか。俺はもう誰も失わねえ。皆で勝利をつかもう。敗北条件変更。上杉の後続部隊が関ヶ原北に到着予定だ。うまくいけば東軍本陣の背後をつける。上杉の奇襲を援護するべきだ。敵の目は北から東北から来る。ならば戦場中央にて大暴れしましょう。開門。その程度の援軍だ。ダメだ。ダメすぎる。開門。属性取りでいいのおまさ。腕に自信がなければ無視すべきだ。足りるぞ。いるのだ。足りるぞ。これで北方の備えは薄くなります。上杉の奇襲を成功しやすくなる。上杉が援軍に参った。中央から東軍本陣の正面を攻めましょう。上杉と呼応し強撃の形を取る。本陣の守備に回るのが最善だ。お任せを。上杉め、本陣を狙うつもりか。させろ。開門。さてどうしますか。戦っておりますか。その前に
兵が動揺しておる。お任せを。どういうことだ信行、西軍が我らの本陣まで迫っているぞ。これも雪村を取り逃がした私の責任。注いでみせます。秀忠だ信行、信じておったぞ。まだ我らに勝機はある。そこで秀忠だ、別動隊が来ると。何を言うのか。気概を見せる。三つ流れ諦めてはなりません。増援が来たなら討ち取るまで。こんなところで力尽きるわけにはいかぬ。上杉の新手は追い払った。だが千人の軍は侮れん。一度引こう。再起を図るのが最善かと。仕方あるまい。直政、戦え。あとを頼む。開門。気合を見せる。勝利条件変更。開門。殿の強さを、今目指しているのだな。
大使と勇者見せてもらう。悔しいと引く、それが最善だ。ああ、勇猛果敢だな。救援要請したい。はい、上に了解。この戦、勝利を得た。だが、家康を打ち漏らしたのが悔やまれる。三成殿、負け戦を覆せたのです。今は、その勝利を素直に喜びましょう。うん、生きて同志と勝利を祝う。これほどの幸せがあろうか。雪村、金継、お前たちが来てくれなければ今頃俺は。三成、我らは礼を言われたくて来たのではない。同志が掲げる義を共に貫くために来たのだ。我らの信じた義が勝利を得た。私にとってもこれ以上の幸せはありません。義継、左近、お前たちにも改めて礼を言う。生きていてくれてありがとう。ああ。しかし流れは完全に東軍に向いていたはず。死を覚悟して臨んだ戦だというのに、これは夢か。夢なら楽なんですがね、義継さん。豊臣の天下を秀吉様の頃の安寧に戻すにはまだまだ骨が折れそうですよ。大丈夫さ。三成には頼もしい同志や有能な軍師がいる。それに清正や正則も力になってくれると思うが。分かっている。東軍についた者全てが豊臣の敵ではない。秀吉様が築いた太平の世を守り続けることが第一。それ以外の理屈や対面は二の次でいい。皆頼む、これからも俺の力になってくれ。